リニューアルしたエクセンリレーノッカーは、長期使用における各パーツの摩耗を極力抑える設計と材質を採用し、長期間の使用においても性能低下を抑制できる構造となりました。耐摩耗性を樹脂スリーブで担保することで、シリンダの材質をアルミダイカストに変更し、ノッカー本体の軽量化を図りました。さらにタンク部分も容量を確保しつつ小型化を行い、最大 28.5% の軽量化を実現しました。リニューアルしたエクセンリレーノッカーは、使用に伴う摩耗が少なく性能が低下しにくいため、長期間分流帯の閉塞解消のお手伝いをいたします。